こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。ありましたね。夏至だったの昨日。うん、うん、ねえ、いやだからさ、なんかそう、天気がすごかったよ。私普通ブログにも書いてるけどさ、嵐だったよな。なんかずっと雨降らない降らないって言ったのにさ、うん、なんか沖縄に始まってわーっとあってさ、うん、すごいいい天気で昨日新幹線もすごい止まっててさ、うん、何事だろうと思ったら、うん、まあ、もしかしたらそういうことが関係してるかもしれないし、うん、私はさ昨日夏至じゃん、その前の日だよ、うん、なんかわかんないけど今までの古いお客さんも含めて、うん、SOS のメールとかがポンポン来て、うん、4人にあの日は遠隔したんだよね。あ、そうかそうか。これ多分ね、4人って今まで遠隔で一度にだよ、うん、例えばこの日に何日間か遠隔で、うん、この日に何日間かで4件重なってるとか、それはあったけど、うん、その日に4件申し込みっていうのは、うん、多分これかなり珍しいと思うよね。あ、そうかそうか。なんだろうなんだろうと思ってたら、うん、Facebook 見てたら夏至ですみたいな、うん、やっぱり夏至ってなんか浄化 ね一番浄化しやすいとかって、うん、見えない世界では言われてるらしいから、ね、まあリズムはあるわな、それはな、うん、やっぱりこう宇宙のリズムっていうかさ、うん、月の満ち欠けもそうだし、宇宙でいろいろ起こってることがやっぱり私の体って小宇宙だからさ、うん、起こってんだろうなって。そうだよね。だから人間もさ、うん、本当に自然の一部だからさ、うん、俺もってのはよくさ、天才と人才とか言い方するじゃん、うんうんうん、でもさ大きく見りゃ例えば原発事故だってさ、うん、天才なんだよな。そう、要するに自然の一部である人間がやらかしてることだからな。そう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 、そういう言い方で言えばね、うん、そう、だからそこであんまり区別しちゃうと、なんか人間だけ特別に特別しちゃうからさ、うん、なあ、うん、いやでも人災だったってことを大いに反省することは必要なんだよ。もちろんもちろん、運用が悪かったんだろうって。いやいや、もちろんもちろんもちろん、だから注意すればなんとかなったことでもあるけれどさ、うん、うん、でもさ、どんなに注意してもさ、うん、なんかまるでこう抜け穴をさ、うこう探していくかのように、そう起こることってあるよね。そうなんだよね。で今のとかテロなんかまさしくそうじゃん、うん、テロがあったってあちこちでも本当に強化している、うん、にもかかわらずなんかかいくぐって怒ってしまうっていうさ。そうなんだよね、うん、そうだから戦争なんかもまたこれも天才の一つかもしれないよね、うん、やっぱそういうこう何かの大きな作用の中でさ、うん、ああいうふうなこう人間が格化してさ、うん、見境もなくさドカーンってやってしまうとかさ、うんうんうん、やっぱそういう何かの大きな力が働いて、うん、引き金を引いてしまうような、うん、そういうことがあるんだろうな、うんうん、だからそういうことも視野に入れながら、うん、我々人間界で起こってる、うん、いろんな出来事っていうのをさ、うん、やっぱりチェックすることも必要だろうしさ、うんうん、そうだよね、うん、そうだから本当にこの言ってみれば宇宙ってもう想像もつかない世界なわけじゃん、うんうん、な果てがどっかも分からないさ、うん、何が起こってるかも分からない、ほんの狭いちっちゃなところに我々住んでるだけなんだよね。うん、なんかさすごい気が大きくなっちゃってさ、うん、我々人間は何でもできるみたいなさ、うん、そんな傲慢な、うんうん、気持ちをさつい持ってしまいがちだけれども、うん、実は違うんだよね。そうだからいろんな、まあ、病気なんかでもさ、やっぱりどっかでねこうスピリチュアルなところに目覚めたりする人、うんうん、いるわけだよな、うん、うん、もう生きる死ぬというこう大変な状況になってそうせざるを得ないんだよ、やっぱり。そうやっぱりこうどうしてもご先祖様とかさ、うん、神様とかさ、うん、こう手を合わせたりさする中で、うん、なんかこう気づきというかね、うん、変化というか、うん、意識が変わるということが起こってきて、うんうん、その時に病気が良くなることもあるだろうしさ、うん、自分自身が変わっていけるんだよな、うんうんうん、だからどれだけこう自然の中の一部であるということにことを実感できるか、うん、頭では分かるんだけどな、うん、うん、っていうことが大事なんじゃないかな。いやーなんかね、うん、でもやっぱりその人間のさ業の深さっていうかさ、うんうん、もう感じざるを得ないよね。なんか、うん、こう動物の虐待とかさあるじゃんやっぱり、うんうんうん、そう、うんうん、だからやっぱりさそれはあるにしてもね、うん、いろんなことあるさ現実的なところはな、うん、あるんだけどでもそれを言い訳とかそれでよしとしてしまうと良くないわけよ、うん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 、やっぱり向かうべきところ、ね、我々が、人間という修行をしながらさ、うん、この世で生きてそしてまた生まれ変わるような形でさ、うん、何度も何度も生まれ変わってさて一体どこに向かってるのかっていうことをさ、うんうん、な、うん、それは例えば、事業で大成功するために何べんも生まれ変わってるのかどうか、うんというふうなことをさ、うん、
もう本当に隅っこでいいからさ、うん、考える必要があるかと思うよ、うん、行き先というの、そう、ね、この命の行き先、この肉体の行き先っていうのはもちろんね、うん、うん、いろんなこう現実的なことにまみれながら行くんだけどさ、うん、でも本当に魂命これの行き先っていうのもあるはずだからさ、そうだ、ね、目的というかさ、うん、なんかさ、よくまあスピーチャーの世界で使命って言い方をするんで、うん、まあ、大きな使命って多分あるわけよ、うん、多分人を喜びで満たすとかなんとかでなんとかとかってあるんだけども、うん、今世の使命ってあるわけよ、うん、例えば私だったら日本の女性として生まれてきて今55か56か、うんうん、もう人生残りあと何十年かって言っても、うん、今世で成し遂げようと思っている使命ってあるわけだよ、うんうん、だからそこにフォーカスをすることで、うん、まあ、生き方が変わるよね、うんうんうん、多分もしかしたら食べ物も変わるかもしれないし、仕事も変わるかもしれないし、ね、うん、家族も変わるかもしれないし、うん、だからきっちりきっちりその今世の使命っていうのを成し遂げていって、うん、大きな大使命っていうかさ、うん、魂の使命に向かっていくと思うんだけど、うん、だからこの今どうやって生きるかっていう、例えば病気を持ってる人もそうだし、うん、ね、障害を持ってるとかいろんな苦労があるって言っても、これをどう乗り越えていくかっていうさ、うん、もうそれも実は本当プログラムされてるはずなんだよね。そうだよね、うんうん、だからその中でやっぱりこう自分の力だけではないというふうなことにさ気づかされるじゃん、その、うん、なんかいろんなピンチを乗り越えてきてる人いるけれどさ、うん、だけど決してただ自分ががむしゃらにやったから乗り越えただけじゃないと思うんだよね、うん、なんか思わぬ助けが入ったりとかさ、うん、ね、まあ、偶然と言われるようないいことが起こったりとかさ、うん、なんかあるはずなんだよね、うんうん、だからやっぱこうできることをやるってことしか、ね、うん、結論もできることをやりましょうって、うん、思いついたことはやりましょうって、うん、それしか言えないんだけど、うん、例えば私は何にも悪いことしてないって私は思ったわけよ、うん、あの29歳で骨折になった時に、うん、何にも悪いことしてない、うん、青信号ルールを守った人だけでぶつけられたっていうけども、うん、本当に何にも悪いことをしていないかっていうことじゃない、うんうん、と今ね、本当サロンでもいろんなお客様にお話してるけども、例えばすごい強力な洗剤をさガンガン使って海に垂れ流してて、うん、動物ね、うん、海の動物が苦しんでるかもしれない、うん、それでも私は何もしてないって言うのって、そうだから人間社会の道徳、うん、道徳という、うん、あるいは人間社会というか、うん、日本社会とかさ、うんうん、あるいは自分のなんか思い込みの道徳感かもしれない、経済を優先にしてきたツケがさ、そういう原発の事故もそうだし、うん、そう郊外もそうだし、うん、環境汚染もそうだし、うん、やってるわけじゃん、うん、だからそこでいかにあやってたなと思ったらもう改善するしかないんだよ、うん、だから、まあ、戦争にしたってさ、うん、正義と正義の戦いだからね、自分たちに正義があるんだよね、どっちも正しいと思ってるから ね、うん、そうだよ ね、 ね、悪いと思ってやってないんだよね、うん、そうそうそう、うん、だからそれと同じでさ、うん、ね、自分が正しいと思ったらね、うん、争うしかないんだよねこれ ね、 ね、だから自分が正しいと思ったら、まあ、それはそれで自分がそう思ってるんだからいいじゃないのって、うん、ね、でも相手はどう思ってるか分かんないよって、うん、相手は自分こそ正義だと思ってるわけだし、そうそう、だから、そうだから自分がいくら正しいことやってるって、うん、自信持ってやってたとしても、うん、人によってはそれをさ煙たく思ったりさ、うん、ね、余計なことしてると思ってるかもしれない、うん、ね、あいつのせいで余計なことされてると思ってる、そう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 、だからそれはそういうことなんだっていう、うん、それが現実事実じゃん、うん、ね、だけどでも俺は正しいことやるよって、そういいと思ったことやるよ、うん、そうそう、うん、そういう、 こう姿勢が大事だろうしさ、そこで相手を責めるとかさ、いや俺は正しいのにあいつが言ってるからおかしいとかさ、うん、ね、うん、そういうところに発展していくからさ、うん、争いになってしまうんだよな、そうかもしれない、ああ、うん、だからさ、こっちがさ正しいことをやってニコニコして幸せだったら、みんながどうしてそんなに幸せなのって、うん、どうしてニコニコしてるのってさ聞いてくるってよく先代のね会長おっしゃってたわけよ、うんうんうん、そうだね、うんうん、でもそこでも妬みとかやっかみが出てくるからね、でも妬みとかやっかみに負けないだけのエネルギーを、うん、そう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 、うん、そういうこと、そういうこと、そういうこと、うん、要するに、まあ人はさ、うん、勝手なこと思うんだから、そうだね、ね、どんな状況であってもね、うん、うん、で人のことを羨ましいと思ったりするだろうけど、うん、でもその人は非常に苦労してるかもしれないしな、そうそう、表面だけ見てね、うん、そう、そういうこともあるだろうしさ、うん、なんであの人だけと思ってるけども、実はあんた以上のことやってんだよってことあるのよね、そうそう、当然逆に あの人大変だなと思う人がすごい幸せだったりするわけでしょ、本人はね、そうだね、うん、だそういうふうに人ってさ自分の目で見るからさ、うん、うん、だからこっちが相手の人の目を気にしたらさ、うん、そんなの分かんないことだから、気になそうすると目に入れないわけだから、キリがない、うんうんうん、だからやっぱり自分が信じたことをまずやるしかないし、そうだ、ね、うん、でそれやってるからっつったって偉いわけでも何でもない、そうだ、ね、うん、人に押し付けるもんでもないし、そうだ、ね、うん、
でもいいよって伝えたいよね。そう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 、それはね、伝えるのはいいじゃん。いいよ、楽しいよって、うん、もしよかったらどうですか。そうそう、で相手の取り方でしょ、うん、例えば小笠原に行くたって我々楽しくて楽しくてたまんないし、うん、嬉しいし、うん、ね、一人でもたくさんの人に行ってね、あの楽しみを味わってもらいたいと思う、うん、でも人によってはさ、やっぱり違うよ、うん、うん、例えば船が本当に船のに乗ったと、船24時間押し付けないだと思うかもしれないね。 それはそういう人もいるだろうし、うん、やっぱあの、泳げないと海はこう恐怖の対象になってくるわけだしね。そうだね、うん、だからあのそういうそれぞれの人によって考えて違う。ただでも我々は楽しいんだよって、うん、ね、毎年行って楽しいよ、本当になんかいろんな、人生の変わる人もいたりして、こっちも本当になんかこうエネルギーもらって帰るんだって、うん、これはこちらの事実だから伝えても別にいいわけだよ、うん、で私たちはそのオープンにしておく、うん、そう、一般論じゃなくてさ、うんうん、オープンにして、そうそう、一緒に行っていう人にはもう手を広げて、そういうことやな、うん、ね、そういう言い方がね、俺大事だなと思う、うん、うん、ね、うん、でそうするときっとなんかこう宇宙のエネルギーも、感じやすくなる、ね、つながりやすくなる、うん、ような気もするね、うん、そうですね、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。